フェリーカツラギは、南海フェリーが運行しているフェリー。南海フェリー司会者、林空フェリー向けの新造船として、薄木造船所で建造され、1998年4月2日に、泉佐野徳島航路に就航したが、半年後の1998年10月1日には、航路休止となり、南海フェリーの和歌山徳島航路に転廃された。 本線の転廃により従来就航していたフェリー吉野は引退した共有建造制度を利用して建造された運輸施設整備事業団との共有船である。ン空フェリー南海四国ライン船体は4層構造で最上層が操打室及び乗組員、区画2層の船室、最下層が車両甲板となっている。ランプウェイは船首及び船尾に装備する。 ファンネルの直後に、原揺ら水槽が設置されている。交通エコロジーモビリティ財団の、海上交通バリアフリー施設整備助成事業の助成を受け、2013年に段差解消スロープの設置など、バリアフリー改造が行われた。船内にエレベーターは設置されていないため、車椅子などの場合、エレベーターの設置されているターミナルビルから、 ボーディングブリッジで乗船するよう案内されている。1999年10月8日、7時25分、和歌山港から徳島港へ向かっていた元船は、和歌山港を出港する際、入港してきた貨物船 A 特丸と港内で衝突した。フェリー桟橋を離散した元船の右舷選手部に、中府島第一岸壁に着岸するため右転した A 特丸の選手部が、 前方から50度の角度で衝突し、本線は右舷選手部の外反に破行を伴う損傷を生じ、A 特るは選手部が悪解した。事故原因は A 特るが同性監視不十分で右転して本線の前時に進出したことで発生したが、本線が校内の状況に合わせた操船をしなかったことも一因とされた。ありがとうございます。